マハーラーシュトラ州は西インドに位置するインドの州の一つ。人口は約1億1237万人。州の公用語はマラーティー語。州とはムンバイ。ムンバイはインドの経済と芸能の中心で、政治の中心であるデリーと国としての機能を分けている。南にゴア州とカルナータカ州、東南にアンドラプラデーシュ州、北に グジャラート州とマディアプラデーシュ州、東にチャッティースガル州、西にアラビア海がある。ヒンドゥー教徒の英雄チャトラパティシバージーやバージーラーを、独立運動家のマハーデーブゴービンドラーナデや、ロークマンニアティラクなどの人物を輩出した。2008年11月、州都のムンバイで、ムンバイ同時多発テロが発生した。アムラーワティ軍、アウランガーバード軍、コンカン軍、ナーグプル軍、 ナーシック軍、プネー軍世界遺産、エローラセックス軍35県からなり、6つの軍に大別される。アフマドナガル県、アコーラー県、アムラーワティ県はアウランガーバード県、バンダーラー県、ビード県、ブルダーナー県、チャン言語はマラーティー語である。マラーティー語はヒンディ語とよく似ており、多少の疎通が可能である。また、英語も広く通じる。ヒンドゥー教徒、スンナ派、 ジャイナ教、キリスト教、宿教、仏教、ゾロアスター教、ユダヤ教。マハーラーシュトラ州はインド。強力に工業化された、経済、国内最大の電力生産、消費口を誇る。世界最大の規模にあるインド映画産業のうち、北、インドを中心に各地で上映されているヒンディー語の娯楽映画の業界は、一般的にボリウッドと呼ばれ。 その中心がマハーラーシュトラ州の州都ムンバイにある巨大な映画撮影所だとされている。ムンバイの160キロメートル沖合でインド最大のボンベイハイユ電地区にあるバーバ原子核研究センターはインドの核開発の中枢を担う。農業は州内の基幹産業の一つであるが、干ばつや不十分なインフラ、農作物の価格低迷により農民は苦しい経営を強いられている。 2018年には不作による収入源を苦にして数ヶ月に600人以上の農民が自殺する事態となり国の人監視機関は州と中央政府に調査と対応を勧告する事態となっている。ありがとうございます。